なんか自前で全部できて思ったより早く終わった場合は多少その応援なんかも出てくるんじゃないかというような話をちょっと聞いてましたけどね。でもなんか一時仮置き場として置いた山は、はい、きれいになって二次処理にの山に変わってますね。他の市町村と比べて用地ですかね、用地がですね沿岸部に非常にあったと、国有林、県有林、市有林、防府林ですね、それが流された状態で結構ですねずっと並べるスペースが非常に多くあったというようなことですかね。居住区があの高さになる平均5メーターというふうになってますね。平均という言い方してますけども、あれよりも高くなるところもあると、まあ、去年の10月に、名取の場合は核整理事業による現地再建と計画で確定したわけです。その中でどうしてもいただけない人も説明会の中で非常に多いということで、約1ヶ月ぐらいかけて個別面談をしていきましょうということで、今毎日皆さんとに説明をして進んできて、本当に一人一人の考えは今どういう考えを持ってるんだが、まず聞いていきましょうということで今はその作業をしていると。今回は100人どころが2000何百人ですから、100人に説明するのと2000人に説明するのでは1週間かかるところが普通1ヶ月かかっちゃうということで、まあ早くやりたいはなかなか進まないなと、まず早くスタートラインに立ちたいと。特色というと、例えば岩沼市さんも仙台市さんもですね、集団移転なんですよね。閖上の現地再建というのも今まで積み重ねてきたものを少しでも守っていこうというのもこの現地再建の一つと、まあ、安全で過ごせるというような普及の仕方であれば、まあ、そういう現地再建というのも非常に大切なのかなと。一日も早く少しでも再建できるように、していきたいと思っております。